まです。2月16日金曜日、朝6時半の相場解説になります。値動きとしては15、151円の方向に向かうのから転じて、150円を割って、149円台に今入ってます。まあ、昨日申し上げたように、あ、これ FX オリガルヒの方だけに申し上げたのかもしれませんけども、昨日はね、150円を割って、下の方に進むようなら、150円をブレイクでセルに入るっていう話をして、まん、あ、まあとそこで、利幅を取る。 そんな形になったわけですけども今日はそこからまたね、えー、反転してきて149円969ギリギリ150円に突破しないところまでは戻ってきたわけなんですよね、まあ、しかしこれはもう下落がしばらく続くんだろうなというふうに思ってますで今ご覧いただいている図なんですけども下ひげがちょっと出てますけどもこれがね多分下ひげがねもうちょっと短くなって確定するんじゃないかなと思います まあ、とはいっても、一個前もね、下髭ちょっと出てますので、勢いよく下に行くというよりは、緩やかにちょっと下の方にね、向かっていくんだろうな、というところですね。で、トレンドは、上昇のトレンドを書いてますけども、これはまあ、冷やしなんでね、冷やしということはどういうことかっていうと、もうちょっと下の方に行ってもいいのかなというところです。これはちょっと測りかねるところですけどね。はい、まあ、でも、当面は、今日の時点では、 下の方向、セルの方向に向かうと思いますし、もし仮に上昇するんだったら、150円突破してから倍に入ればいいと思います。まあ、これが大方の指針です。で、140円、あ、違うわ。あと4時間の方ですね。4時間なんですけども、今、移動平均線の中に潜って、下火を出して、ちょっとね、上の方向に行ってるかなってところですけども、でも、緩やかな、あの、セルトレンド、ダウントレンド、下の方向に向かうトレンドになってますんで、じわじわとまだ下に向けていくだろうなと思いますね。 ま、あの、利確が結構入ると思うんですよ。こういったところのね、利確がね、ここからかもしれませんし。まあ、なんせ、あの、買いのポジションが結構溜まってるところで、利確組と、利確をして下がったんならもう一回買おうかなっていう風なね、ところで、150円台の攻防が起きてると思います。ただ15、151円突破するかっていうと、これはもうしばらくないでしょうね。ある程度このあたりで、レンジを作りながらってことになると思います。まあ、そういう風に見立てております。で、最後に1時間のチャートなんですけども、ご覧のように、 一旦下で支えられてますよね。これによっても前年戻しが大体完了したってことになると思います。ちなみにこれは昨日の22時30分のアメリカの材料で一旦こうなったんですけども、急速に買い戻されて、買い戻されたらまたこれね、売りに出てみたいな感じで、下落のトレンドをこういうふうに、ゆるやかなに書いてるって感じになります。ですので基本的には下の方向に向かっていくんですけども、150円を突破したら今度は上にブレイクすることも忘れてはならないかなってことですよね。特にこのチャンネルラインを越えていったときに、 倍に入るとセンスが良くなると思います。今日はそんなところですかね。基本的にはセルでいってください。えっと、上昇して150を超えたら、倍に方針転換もあるということです。それがまとめですね。はい。えちなみに今日ちょっとね、動画更新これで、えー、一旦できなくなりますんで、申し訳ありません。私の仕様なんですけども、一日ちょっと頑張ってみてください。え今日中に締めの うご、自己解説でもできればいいんですけども、できない場合は、明日土曜日のね、日をまたいでの深夜にさせていただきます。それでは、グッドラック